やっはろー、どうもこんにちは。アニメリアク職人ことマジアジャギニハマーです。現在2024年の9月11日水曜12時44分ですね。はい、 2.5 次元のリリサ10話 D アニメストアで見ていきます。ついに追いつきました。はい、先に軽く自己紹介するんで、興味の方は40秒ほど飛ばしてください。自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回月曜から夜更かし目覚ましテレビ生放送、昨年世界まで見えテレビ特捜部でビートたけしさんと、今年数回明石家電視台で明石家さんまさんと共演、テレビには30本以上出てます。2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らずほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さ、チャンネル登録者数の皆さん、これにずっと苦しんでますが、一日も休まず動画投稿続けてますんで、ぜひとも応援お願いします。ではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイムで広告が入ってきますんで、申し訳ないですがそれを我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションのみ確認をいただくということでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。でここにマユラ様来たらえらいことになるやろね。さあ、マユラ様 VS ナゴミ。あれ、カイ様は、カイ様？来た、来た、マイル様。あ、そうか、エリー。ん？スカートを取った？
とんのかな。ああ。次の私へ、いいセリフやね。すごいな。凶悪って。
あ、そうなん？勝ってたのに負けてると思ってたんや。リリル来た？かっこいいね。むちゃくちゃかっこいいね。
ゃあもう奥村やん。あ、デブやったんか。誹謗中傷のせいやったんやね。やめんのかな。あれ、あ、目が痛い。むっちゃよかったわ。ああ、目が痛い。
こう自分だけかもしれんけども、あのね、目が痛い涙が出る時あるんですよ今回。それなんやろこれ。魔法の鎧。さあ追いついたぜこれで。はい、次は土曜日の朝10時半ですな。いやー、なんかね、私の話になりますが、まあ中学校でね、毎年ちょっと6年、今年で6年目です。今年も9月20日に呼んでもらってますけども、このね、好きなことをね続けるっていうのは、好きなことが嫌いになるほど続けないといけないと自分は思ってまして、まあ例えばジャグリング練習しすぎて右肘壊しましたし、練習しすぎて右手首、靭帯損傷しましたし、まあそれぐらい自分はね好きなことをもうとことんやってきてなお好きなんですが、まあそれを名古屋は忘れてもらったんやなと思うとね、すごいなんか、切なさが込み上げてきてボロボロになってしまいましたけど、それをね、またリリサが思い出させてくれたっていうのが、めっちゃ良かった、ちょっと失礼。まあこだわりすぎたよね、そのマユラに対して。そのあと自分のことが嫌いやということで、なんかそのまあマユリが言ってたのはもうほんまに、ナゴミは、なんつったかな、まあ自分のことを好きになれないゆえに、ほんまはマユラに、マユラ様に勝ってたのに、自分のことが好きじゃないから負けてるというふうな思い込みで、過去にもロムの売り上げにも勝てたことがないっていうふうに、勘違いしてたっていうことよね、これ。これってもしかしたらどうなんかな。いや、まあ、わからんですけども、まあ、僕のことね、ずっと見てくださってる方は、なんでそんな自虐すんねんって、これもよう言うてるけど、まあ、わかりませんけどもね、まあ、例えば、まあ、自分は深田恭子さんと CM 出ましたわ。ね、今年さんまさんともテレビ出ました。で去年ビートたけさんとも一応ね共演という形になりましたけれども、まあその実績で言うたら、あすごい、この人すごいなって思われてもまあいいとは思ってるんですけども、何の反響もないし仕事も全く戻ってこへんから、そういった意味で自分はもう全く自分をこう、肯定できない、すごいと思えたことが一度もない、何かに対して勝ったなんて思ったことも一度もない。そういうのを考えると、こうちょっと和みにね、あほんま和みファンの方、みんなほんますいません、もうどっかだった時どっちでくれてもいいんですけども、その辺が和みにめちゃくちゃ重なってしまいました、今回はね。で真由良様ももちろん良かったし、その和みのことをめちゃくちゃ理解してたからね、お前というやつはみたいな感じでね。だいいライバルやったよね。だからもうほんまライバルじゃなければもう親友になれてたかもしれんっていうとことかもめっちゃよかったし。でまあそのね、和みが実はそのリリサをの写真初めて見た時に、なんて楽しそうな顔しとるんだということで、そのね、楽しむことを忘れて、もうとにかく勝つこと、勝負、そういったところにね、こだわってしまったということが、まあ愚かやったというとっちゃうかもしれんけども、そういうところをまあマユラ様と、リリサに、気づかされて、もうだからこれから覚醒していくんじゃないかな、ナゴミはね。でまたそのね、カイ様にこう恋してね、そのカイ様に認められたくて、ヒロインになったんかな。まあそこでね、最初にこう、
なんかファンに声かけられてて、いやいや、その、まあ、なんか前らがね、なんかその、なんか突っ込んでたけど、心の中でね、なんて言ったっけな、バーゲンセールかみたいな、なんかそんなセリフ言ったと思うけど、まあ、なごみはとにかく、前回言ってたもんね、全てのコスプレイヤー、等しく好きやっていうことをね、その辺ももう忘れてしもってたってことよね、こだわりすぎて勝負に。でまたリリーさんも何今回なんたらかんたらバージョンみたいなんで来てたから、愛なんやね、多分そこをやんねんやっていうのが多分愛なんやのね、リリエルへの、まあ自分で言うとまあいつもパフォーマンスの時ね、ショーの時に老若男女問わず必ずアントニオ猪木モノマネマジックから始めるんですけども、これもプロレスへの愛です。誰がわかんねんなんですけどね、特に子供たちにね、猪木のギャンギャンですかってやっても誰もわかるわけないんですけども、必ず毎回やってますんで、これプロレスへの愛です。でちょいちょいプロレスのネタ入れてますけど、これプロレスへの愛です。まあ刺さる人に刺さればいいなと思ってね、はい、ちょっと自分語りですいませんでした。まあとにかくなごみめちゃめちゃ好きになったわ。なごみめっちゃ好きや。ちょっとやっぱ最初のねイメージめっちゃ悪かったけど、それやっぱ誹謗中傷にやられたっていうのがね、自分はまあ誹謗中傷バリバリ食らってますけども、食らってましたけど、今は知らないですけどね、もうあえてそのエゴサーチとかしないので、で YouTube に来るアンチコメもまあ特には気にすることもなくスルーしてますけど、まあそれは年頃の女の子は気にしますわな。ね、なごみがあんだけ誹謗中傷に泣いてたとはね。なんかね、ありふれた悪口ねって前回余裕かましとったにもかかわらず、ほんまはね、強がりやったんやなっていうところから、まあなごみむちゃくちゃ好きになったわ。まあ、いいツンデレキャラになってきそうやな、今後ね。はい、ということで、この辺で終わっておきましょう。はい、以上 2.5 次元のリリサ10話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは1分ちょっとで自己紹介するんで、興味ない方はここで切ってください。自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしますが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、約4年7ヶ月仕事がありません。貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知ってぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。はい、そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますんで、ぜひ見てください。アニメのリアクション、その他諸々をスタートして、今日で1629日目と長いですね。ただこのチャンネルもっと長い、2009年4月24日から、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年8月18日までのリアクション動画を自らの手で削除させられるという地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生数、チャンネル登録者数ほんまに伸びずで、もうずっとしんどい、やめたい、ずっと言ってます。それでもなおやればできるだけ目には伝えたい、そう思って、一日も休むことなく、気合と根性だけで動画投稿を続けてますんで、ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアクション職人ことマジラジオ芸人ハマーでした。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それでは、お願いします。